京極アカデミー京極流です。今回のこの動画、皆さんにダブルプロセスコットンリタッチをマスターしていただきます。でコットンリタッチを使う場合は、基本明動作が非常に大きい場合、根元と中間が5レベルで、中間と毛先が18レベルとか、まあ、10レベル以上の場合はこのコットンリタッチを使います。このコットンリタッチ、3つのメリットがあります。まず1つ目、中間のところが絶対に切れることがないです。この中間をしっかりとコットン置くので、コットンがしっかりとブリーチを吸収してくれます。だから中間をダメージレスでつなげることができる。2つ目、コットンだからこそ外しやすいですね。なので時短で作業効率が非常にいいです。流しもとても楽になります。3つ目はコットンをこの中間のディバイディングラインを入れることによって、この根元に対するブリーチを2回も3回も付け足しをすることができる。ってことは時短でブリーチをすることができるので、それも非常に効率が良くなります。でそして今回はこのコットンリタッチを使った技術でホワイトブロンドといったカラーをやっていきます。でホワイトブロンドでしっかりと根元と中間と毛先をつなげるようなスタイルになるので、ちょっとね今回は難易度高めですけど、ぜひこれらをマスターして自分たちのお店のホワイト系、グレー系のブロンド系のお客さんに対してアプローチしてください。ではご覧ください。まずはモデルアンナのビフォーの状態を見ていきましょう。今根元が新生部、今こうやって見ると約4センチ伸びてる状態ですね。でこの前回の色落ちが今皆さんご覧のようなこういった色合いになっています。で表面に少しブルーラベンダー、シルバーみたいな色になっていて、で毛先がね色落ちした状態で 18.5 レベルに少しちょっとマットがかかったような色合いですね。でまずはこの根元から全部リタッチしていきます。綺麗につなぎます。まあ、このベースのつなぎってやっぱり非常に難しくなりますよね。で失敗するとここの中間から髪の毛がちぎれたりとか、まあ、トップもね髪の毛ちぎれやすくなっているので、なので最先端の注意を払って全体的にリタッチしていきます。京極色味リッチクリスタルプラス 70g、 京極色味ダイヤモンド 7g、 ケラチンブーストプラス半分、オキシ 6%、 1.5 倍、オキシ 3%、 0.5 倍、よく混ぜましょう。今回の根元のリタッチはこちらのコットンを使ってやっていきます。で使うブラシはこちらの京極リタッチ用のブラシになります。まずは今4セクションセクショニングをしています。でこのまま両サイドも同じようにイヤーツイヤーでセクショニングをしています。このまままず後ろからリタッチしていきます。ネープの髪の毛が一番太いので、まあ、スライス幅は2センチでやっていきます。で使うのはこの京極の無根クリップ。無根クリップ使うことによって跡がつかないので、次のセクショニングをやりやすくなります。では乗せていきます。で時間差があるので、最初に乗せる量は少なく乗せます。で徐々に塗布量を増やしていきます。今回はリタッチなので、しっかりとまず地肌につける。一番最初は産毛とかもあるので、それも入れつつ、でこの中間を指でちょっとこうなじませてあげる。中間でねハケやっちゃうとちょっとダメージ入りすぎちゃうので、指でなじませてあげる。でこのままこの下をこのコットンを入れてこういう感じで乗せますね。で上も1枚、この中間のところ入りすぎないように乗せていきます。こういう状態です。でこのまま次に進んでいきます。綺麗なセクションを取ってテンションをかけて止める。こちらも一緒です。で2センチの幅ですね。まずこちらからテンションかけた状態で、まずダンステム、でこちら中間もあるので、で少しグラデーションにして指でなじませてあげて、でこの後ろもつけます。だこう完全に地肌をためるっていうよりかは、全部ねしっかりと髪の毛一本一本にブリーチをつけるイメージです。でこの中間は指でプレス、こちらを中間に置きます。
中間に置くことによって中間のブリーチを吸ってくれるから断毛リスクを減らせます。これもまず最初ダンステムでやりつつ、このまま中間に来たら、でこの裏目、この時だと裏目がまだ浸透していないので裏目にもしっかりと乗せてあげます。でこうやって両方浸透したら、表面と裏目の中間が浸透してないので指でプレスしてあげます。グラデーションを作るみたいな、このままテンションをかけて、そしたらここから断毛するリスクがありますね。こちらのコットンを中間に入れることによって吸ってくれます。でこの工程で進んでいきます。こういった明動作がすごい離れてる場合、もう14レベル以上離れてる場合に関しては、同時進行じゃないと左右で明動作が違ってくるので、あるいは左右で2人で同時に後ろから進んでいくとか、1人でやる場合が多いので、僕はなので1人でやる場合は両サイドを同時に進んでいきます。なのでもし2人がやるんだったら、同じ時間で進めることによって髪の毛のダメージレベルをコントロールすることができるので、後のこのつなぎ目あるいは左右の色の入りとか全部均一になります。なので先にこっちサイドをやってこっちには行かないんですね。こっちサイドやってこっちに行ったら抜け具合が左右で微妙に違ってくるので、オンカラー時に色のムラが出やすくなります。皆さん気づいてますか？徐々に僕はブリーチの量を少しずつ増やしてます。そうすると時間差、どうしてもネープが最初塗ってるので最後塗ったところどうしても時間差が生まれますよね。僕はワンカップで塗布量をコントロールすることによってよりスピーディーになおかつ均一にリタッチすることを心掛けてます。Increase the number of customers you have while also increasing earnings per customer, thereby increasing your overall income. If you work seriously for many years, you can maintain a good standard of living despite more than 200,000 competing salons in Japan. The industry will continue to struggle with lots of customers who rely on discount coupons, but you will be able to continue to stay strong. Other businesses, including beauty businesses,may think of hairdressers as worker bees strenuously collecting nectar. And who would be attracted to the beauty industry under such circumstances? Maintaining a cutting fee of 20,000 yen, but still have customers willing to make appointments 2 months in advance. The most important element of fashion is hair design. It is time to change the industry back to a valuable industry that is led by top professionals. Try to imagine.Up until a year ago, your booking schedule was dependent on last-minute bookings or walk-ins. Now, your schedule is fully booked 2 months in advance. Almost 100% of your customers will make their next reservation before leaving the salon to be able to book you and to make their visit to the salon a part of their lifestyle. Enriching and upgrading your future and the opportunities you have will make your life more enjoyable. Kyoku Academy Advance.Is an online academy that continues to progress and changes with the times. We continuously offer suggestions and learnings that are in fashion and of the time while valuing the basics. Our original coloring course sets the standards and creates trends. It's an innovation of beauty itself. Our care course focuses on keeping hair in the best condition without weakening or damaging it. Lectures also focus on how to attract customers.And respond to the rapidly changing social media environment, SNS. All our online courses will add value to you as a hair artist. Learn while commuting, during breaks at school, while taking a bath. Learn anytime, anywhere.
Click on the Kyoku Academy website and start creating an incredible life for yourself from the moment you click. Let's enjoy learning and creating an awesome future together.